毎日のようにですねめっちゃ荷物が届くんで、何買ったんだろうなってちょっと分かんない分かんないってやってたんですけど、あこんなん予約してたわ。そうだそうだ、あれだあれ予約してたんだよ。よし、開封はテープ切らなきゃいけないんだな。これこのテープ切らなきゃいけないですね。ちょっとドキドキしますね、これね。テープ切って。あ、こっちも切らなきゃ。こっちも切って。じゃあ切った。ああ、なるほどね。おしゃれですな。ブリスターっていうのかな、このパッケージおしゃれですね。なるほどなるほど。時計とかショッター、これね、予約開始されて震えるほどかっこいいと思ってね、買ったはいいんだけど、もう忘れてたんだよ本当に存在を。それ綺麗なきよ。いつもぐっちゃぐちゃなきよで、綺麗なきよ。はい、スペシャルサンクス to you。オープン。てってれー。てってれー。てっと。あ、これは紙なのか。プラだと思ってたな、こういうの。紙でできてるんだな、これ。なるほどね。で、これゲームウォッチ本体ですわ。おお、軽い。電源はどれだ。あ、USB-C ですね、これ。時代はね、USB-C なんですよ。付属はですね、付属物は何だろうね。USB ケーブルぐらいじゃないのかな。でも、これがね、紙なのショックやな。プラだったらな。まあ、有志がね、プラマウントを作ってくれるんじゃないかなって思うので、僕期待してますわ。どなたか 3D プリンターで、ゲームウォッチのプラマウントをお願いします。ということで、あ、いつものね、任天堂のコントローラーとかについてるタイプ C のケーブルが入ってましたってことですね。電源をね、入れますよ。おお、あ、めっちゃ綺麗じゃんこれ。で、ゲーム？タイマー。おお。あ、これで日本語。夢を見る島だっけ？あの、アイテムを盗めるやつ。アイテム泥棒してね、レーザービーム打ち込まれるんですけどね。おー、懐かしい。まあ、ここ、渡るにしよっか。リンクでもいいんだけど。あ、音がいいね、この。おー。なんかね、ここに傷ついてる気がする。大丈夫か。画面が思ったよりもね、綺麗なんですね。これかなり遊べるぞ。なんかちょっともったいない気がするけど。ああ、そうだ。ててててて、てお。この、プラでできた、出る音の反響がすごく僕は心地いいですね。音質というか、なんていうの、昔のゲームボーイとかああいうものをね連想とさせる。それこそゲームウォッチなんだけど、この音がねプラから跳ね返ってくる感じっていうの、それがすごい。
剣ってどこで手に入れるんだっけ。あ、これだ、盗めるのかな。あ、違ったっけな。もう忘れた。でも これなんかね、泥棒できたような気がするんですけどね。これ違うゲームやってみましょう。ゲーム、リンクの冒険。あー、なるほどね。面白そう。ドル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 。おお。ああ、懐かしいよこれ。いいねいいねいいね。これがゼルダの伝説だ。おお。これなんだろう、これわからん。このゲームは知らん。まあ、ゼルダなんですけど。にわかって言われるかもしれない。これは ?A ゲーム。これ知らないですけど、これゲーム落ちですね。はいはい。タイマーですね。今は何時間か、後で探すよ。これ面白いなぁ。おお。これラジコンのストップウォッチにこれ使っちゃおっかな。こうやって置いて。ねえ。これで、ここにタイプ C が来るんで、充電ができるということです。ここに?はい、充電できました。いいですね。どうでしょうか?めちゃくちゃおしゃれじゃないですか?ゲームウォッチ。ゲームウォッチなんでね、タイマーとしてもちろん使えるんですね。一応、中に入ってた、まあ、スタンドが紙なんですわ。これが紙なのがちょっと残念なんですけど、スマホのスタンドとかに置いてね、あげればおしゃれに使えるし、ラジコンとかでね、タイマーが必要な状況に陥ったら、これで全然軽いしさ、液晶見やすいし、なんなら暇があったらね、ゲームやれるしね。いいですね。もう予約したこと忘れてたけど、来たらちょっと感動ひとしおだなって感じだな。USB Type-C のね、A はね、これめっちゃいい。タイマーがいい。タイマーがいい。タイマーが。この感じ。あ、なんか久々にこういうのでテンション上がった気がする。なんか新しいものをね、買うのはね、そもそも好きなんですね。もうこれも新しいものなんですけど。なんていうのかな、情緒っていうか、まあそういうものを僕はこのゲームウォッチ感じるんですよね。いいですね。って言ってもね、なんか世代が激突してないし、僕が欲しい、こういうものが欲しいと思った時はもうプレミアがついてゲームウォッチ自体高かったんですわ。なんで、ホットラップっていうお店に行くとね、まあ、飾ってあるの見て、なんかいいなとか考えてたんですけど、保存しよっかなとか思ったんです。開けずにね、なんか思い出に取っとこうかなと思ったんだけど、こういうものはですね、ガンガン使ってこうと思いますね。うん、いい。ご視聴ありがとうございました。たまにですね、ゲームの動画がアップロードされる時もございますのでですね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ゲームの動画は、あんまり見られないかもしれないけどね。